こんにちはあの、4630万円の間違い振り込みの件なんですけども、これ、ネットカジノで使っちゃったということでね、そのお金を受け取ったとされてる方が、24歳の方がね、言われてるみたいですけども、いやここばっかりクローズアップするのは全然違うと思うんですよ。もちろん、まあ、常識的に考えてね、常識的にですよ、考えれば、いきなり身に覚えのないお金が振り込まれていたら、なんだろうと思ってびっくりする気持ちはわかりますけども、 でもこの人に何か詐欺罪とか横領とかって罪があるのかなと思ったら別にないんじゃないかなと私は思いますねむしろ責められるべきっていうのはこのとんでもない間違いをした職員の方じゃないかなと思うんですよこれは許されちゃいけないんじゃないですか意図的にやったというふうに勘ぐってぐらいしないとじゃあ誰なんだとそれをやったのは出てこいって話だと思うんですよそっちの方が重大なミスを 公金をねこんなにね簡単にミスるみたいな仕組みもおかしいですしチェック体制は働いてなかったのかってことですよいやそもそもね四百六十三人に十万円を配るっていうそういう仕事をもらっといて四千六百三十万円を一人に送るっていう間違いをするようなレベルの人を採用しているこの体制はどうなんだってことなんですよいやこの人は超有罪にするべきだと思いますしじゃなかったらこの人に弁罪させれば終わりじゃないですかね。 この人のミス、もしくは、その他のミスが、公金をですね、こんな使い方にしてるわけなんですよ。うん、ここでしょ、問題にするべきは。まる、あ、でですね、ここの行政職員とか、その統括をされてる方がね、自分たちのミスを隠すために被害者面をしてるとしか思えないですね。非常に腹立たしいことだと思います。もちろん、このお金をね、 返さない人に対しては、それはそれで、いろいろと追求すべきところがあると思いますけども、まあけどね、事業活動してると、誤送信ってあるわけですよ。お金を間違ってね、どっかよくわかんない時に振り込んじゃったみたいなことあるわけですよ。でもこれって、全然まともに返金してくれませんからね。まあ銀行が仲介して何かをやってくれるとか、資金を凍結してくれるってことはないですし、あくまでも善意に訴えかけて、 間違えたんで返してもらえませんかっていうししかかないんですよしかも相手方の連絡先とかこちらで調べなくちゃいけないんですよねそう考えたらあまりにも甘いのはこの誤送信をしている方じゃないかなと私は思いますねこれにつきますよ少なくともそんないい加減な作業をしていた当該職員の方は弁済義務を負うそれがで,なできなければねこの職場全体の人が未銭を切って返済してほしいなと思います それこそ間違って送信した公金を公金でもってね結局返済するんじゃなくて個人的な資産を持って返済しろと言いたいですねそれに尽きるんじゃないですかね少なくともこういったところに目が向かなければまた同じミスは繰り返されますしいやもっと言ったらねこういうミスはこれまでもずっと起きてたんじゃないかなと思いますプラスですねミスではなくって今回はこういうのはあ明らみに出たからいいですけどね 行政職員の方ねお金を送信する担当者の方が意図的に自分の任意の思ってる口座に間違って送金してっていうことも今まで起きてたんじゃないかなってそこまで疑ってみないと公の仕事をする人はいい加減な人ばかりですからね、うん、今回のことは如実に出てると思いますよこれは今回の一件のことでほとんどの真面目にやってる方も色目な読みがれで見てあげないといけないと思います まあなんせ自分の責任でやってるわけじゃなくって責任を取らなくてもいい職員の人がこれだけ揃ってるってことなんですよ。何被害者ずらしてんだと思いますよ。ねえ、4630万円お前が払えということですよ。ねえ、町長にしても市長にしても県知事でもいいから自分の金で払ってください。何のために高い給料をもらってるんだ。何のためにね、この不況下でものんのんとして毎月毎月お金がもらえてるんだ。 それはね、この4,630万円を、まあ横領という言い方は分からないですけども、このお金を返さない人の気持ちも、私は分かりますね。だって、報われない時間を過ごしたわけでしょ若いとはいえねで。天から降ったお金ですよ。返すもんかってなりますよ。そして、こういう道徳感、価値観を植え付けた地域の責任ね、まさに、その行政のメッセージが、 そういいった若者をんんだんじゃないですかこの町のためにこの国のためにああ正しく生き,生きていこうって思えないような世の中を作ったのは誰なんだってことですよ。じゃあいってらっしゃい。